いつやっぱめちゃくちゃうまいな。精密に忠実に譜面を撫でていく。よし、これなら合わせられる。笑った？音が合わない。テンポを変えやがった。こいつ俺と合わせる気がないのか。一度もこっち見ねえし。俺の存在は眼中になしってことか、この野郎。ねえ、このヴィヴァルディ誰が弾いてるの？なんか推薦で入った1年らしいよ。佐伯くんの独壇場だね。青野くんも結構弾けてるんだけど。うん、なんで？あいつ全然弾けてないじゃん。二人の息が合わないから弾きづらいんじゃないかな。くそ、演奏が全く噛み合わない。こっちは歩み寄ろうとしてやってんのに、俺の存在全否定、超弾きづらい。コンクールで1位取るやつがこんな演奏するはずない。こいつの音は明らかに俺を挑発している。上等だ。そっちがその気なら。まったく、これじゃあまるで音の喧嘩だな。お互いに全く譲る気なし。ひってえ演奏だ。でも楽しい。